どうもすみません。チャンピオンズカップ出走馬一頭ずつについて喋っていきます。ちょっと不具合があってアップロードがうまくいかなくて、一旦撮ったやつを消しての再び撮り直しっていう形になります。短めにしなきゃいけないので、ちょっとまくし立てるように喋りますが、よろしくお願いします。去年のこのレースも混戦で、そういった中で人気がなかったサウンドトゥルーとアポロケンタッキー狙って、 サウンドトゥルーがドハマりして勝ったんですがまあ結局は当たったってだけであってドハマりしたってだけであって他の結果も普通にありえたっていうわけで、まあ、今回に関しても大混戦で当たったところで当たっただけっていうようなレースになると思いますなので皆さんはある程度そのサイコロの目を振るような気持ちで好きな馬から入った方が後味いいかもしれないですね。 で中距離のダートっていうのは基本的には先行馬真ん中より前から競馬したような馬が有利でそれで4コーナーのところで真ん中より前にいる馬が有利に運べるレース展開になることの方が多いですただ去年のように追い込みが決まることもありますんでなのでまあそうですね基本的には割合的には真ん中より前で直線を向けるそういったような馬を重視していこうかなっていうふうに思ってます で今年もアポロ・ケンタッキー・サウンド・トゥ・ルーが出てきてサウンド・トゥ・ルーの方は人気馬として今年は出てきてなんですがアポロ・ケンタッキーの方は今年も人気がないんですよねで去年は松若騎手が乗っててこのアポロ・ケンタッキーっていう馬はずぶくて不器用で気難しいところがあって動かすのが難しいんですよねそれで去年は松若騎手が動かせなかったっていうだけであって 能力的には去年も上位だった馬です。で、今年も単純な能力比較でいくと上位3頭には入ると思います。ただ、能力を出し切れない可能性が高いということでギャンブル性がものすごく高いんですよね。で、今年も内田騎手が乗るんですが、内田騎手はですね、まあ、けする前ですね、大怪我する前は終えたんですが、今は、 そこまではは以前ほどは動かせなくなってきてきますんでなのでまあそういったギャンブル性はあるということですね。今年2017年シーズン上半期、戸崎騎手が調子悪かったんで上半期は内田騎手にめちゃくちゃいい馬が回ってて内田騎手が一番いい馬関東の方では乗ってたんですよね。それでも 副勝率3着以内率3割いくかどうかぐらいでしたし今は3割を切ってますし基本的に上手い機種っていうのは副勝率がいいんでなのでやっぱりトップジョッキーなんかは副勝率がいいですよねそういったことを考えると現実として内田機種の今の感じっていうのはトップジョッキーほどの信頼性はないということですねでも内田機種は一生懸命乗ってるっていうのが伝わってきますし 経験豊富で G1 で物落ちしないっていうところがいい方向に出る可能性もあると思いますで、アポロケンタッキーは去年チャンピオンズカップで能力を余して負けた後にその後東京大賞典内田機種が乗って勝ってますで、その後も日本テレビ杯相手が強かったですねサウンドトゥルーケイティブレイブ相手に力でねじ伏せてアポロケンタッキー勝ってますそういった風に 安定しては動かせないんですけれどもレース展開と乗り方がフィットした時そういった時にはアポロケンタッキーと内田騎士のコンビある程度は能力出してきますんでなので、まあ、ここでもうまくフィットしてくれればなっていう感じですね、まあ、全然ダメっていう可能性もあるんですがこんなに人気しない人気の差があるほど能力が低い馬ではないですしここでは上位3頭には入る馬でもしかしたら一番上 かもしれないです潜在能力自体は一番上かもしれないんでなので、まあ、人気もないんで僕は大混戦の中で一番こういったような面白い馬を狙ってみようかなっていう感じですねただやっぱり競馬はジョッキーなんで条件戦なんか見ててもまずはトップレベルのジョッキーたちがどういう馬に乗っててどれぐらいチャンスのある馬に乗ってるかだとかそういったことをまず考えなきゃいけないところがありますんで 皆さんにはお勧めでできないです、ね、もう僕はですね馬が好きなんでどうしても条件戦なんかでもあまりにもよく見えるあまりにもいい馬がいると勝ってしまうそういったようなところがあるんですよね。それが駄目で回収率が悪かったり的中率が悪いんですけれども、まあ、皆さんは的中率を上げるためにはまずはジョッキーを最優先してそのジョッキーでどれぐらい力を出せるか相手関係だとか見て。 考えていた方がいいいいった方方がかかなっていうふうには思まますすねそれではうちの方から頭ずついきますコパノリッキーコパノリッキーは先行することが多いんですけれども、まあ、ちょっと地方のダートの方が合うかなっていう感じで中央の軽いダートだと、まあ、勝負どころで絡まれるとスピード負けする時があるんですよねでこの馬はですね内枠なんで逃げる可能性があるんですが 逃げて他の馬たちにマークされちゃうと苦しくなる可能性が高いと思います。で、内に控えてバグの中で我慢すればいいかというと、そういう競馬もあまり合わない。後半、ペースが上がってくれるか、それかどこかのタイミングでスペースが空いて勢いつけて回れるかっていう形じゃないと厳しいと思いますし、できればどこかのタイミングで外に出して早めに自分から動いていくっていうような形がベストかなっていう感じですね。 なので、その辺ですね、内枠ですんで、どうするのかなっていう感じですね。ケイティ・ブレイブ。KT ブレイブはですね、逃げる可能性はないとは言い切れないんですが、ただ、最近は刺していい競馬してきてますんで、刺す形になる可能性が高いかなっていうふうに見てます。で、左回りはですね、ケイティ・ブレイブ、比較的得意だと思いますし、 中央の軽いダートの方が合うかもしれないなっていう感じの馬ですんでなので条件としてはかなりいいと思いますねで馬体面もすごく充実してまして今ピークに近い状態ですし本命にしたい馬の一頭ですね、まあ、瞬発力は際立ったものはないんですがただ一本上司っていうわけでもないですし自分で自分から抜け出して粘り込むっていうこともできる。 中距離コースはものすごく合いそうなコースでもあります,ありますし2、まあ、択で最後までな迷った一頭ですね。三つ葉三つ葉はですね以前は切れ味を持ち味とした馬だったんでそのまま成長してほしかったんですがちょっと最近はスピード寄りの馬体になってきてよく言えばパワーがついたんである程度強引なことをしやすくなったんですけれども。 まあ本当のいい頃の三つ葉というのはもっと切れ味があったのでちょっと残念だなというところはありますねただ中京コースですねある程度前の方から粘り込むような競馬が合うようなそういったようなコースでもありますので、まあ、今回に関しては真ん中より前からうまくこの打ち役を生かしてしぶとい競馬ができればという感じですね勝負根性ある馬ですしまあそれなりにはマークが必要な馬かなという感じですね ノンコの夢ノンコの夢はですね前祖武蔵野ステークスでいい足を使ったようなんですがまあでもいい頃と比べるとっていう感じですねいい頃のノンコの夢ならもっと上位に食い込んできたかなっていう感じでやっぱり虚勢をした後に調子を崩してるかなっていう感じがありますねでもですね前祖武蔵野ステークスの時久しぶりに馬体の方は雰囲気良くなってましたんでまあノーマークにはできないかなっていう感じです クリスチャン・デ・ムーロ騎士はミルコ・デ・ムーロ騎士よりも単純に馬を動かす才能ですね、それに関しては上だと思いますし、まあ、そういった怖さはありますよね。もちろんミルコ・デ・ムーロ騎士の方が総合的には上なんですが、クリスチャン・デ・ムーロ騎士は天才肌なので、なので、その辺のマークは必要かなっていう感じですね。名将住友、名将住友はですね、以前は華奢だったんですが、だんだんとパワーがついて、それである程度、 強気の競馬をしても対応でできるよううにななったかなっていう感じですねそれで前走は重症勝ちできたかなっていう感じなんですがただあのメンバーですっと動けなかったあたり今回もっとメンバーが強くなりますんである程度他の馬たちがコーナーから苦しいレース展開になって止まってくれないとさすがに相手は強いかなっていうところがありますんでこの馬自体は良くなってるんですが。 他の馬たちが自滅してくれるのを待たないとっていうような力関係ではあるかなっていう感じですね。